どうも、なんとか重工です。よろしくお願いします。あ、来ましたね。あ、やってたね。大丈夫。ありがとうございます。置いとくわ。これサブチャンでやってたやつやん。そうですね。だいぶ寝かしたね。そうなんですよ。あ、そう。うん、頑張ってやす。本日の動画なんですが、こちらのようやく立ち上がりました CNC フライスを使いまして、こちらのアルミの塊を削り出していきたいと思います。何を削り出していくのかと言いますと、こちらサブチャンネルで少々動画を、進めておりました家具のカスタムをやっていきたいと思います。サブチャンネルでこちらのテストピースを作りました。で、こちらのテストピースを元に、こんな感じのモデリングをしました。で、そのモデリングした、部品をですね、こちらの材料から削り出していきたいと思います。よろしくお願いします。材料は A5052。まあ安いからというだけの理由です。ちょっと粘いので削りにくいですが、まあ練習にはちょうどいいかなと思います。エロはかなり昔に購入いたしました精密バイスです。バイスだけ妙に年季が入ってます。 Amazon1500 円購入のアキセンターで原点出し、ドリルで下穴加工をしていくんですが、条件出しにちょっと自信がないので手で開けていきます。クイル機能ってなんかあると便利で使ってしまいます。下穴開け終わりましたらハイスラフィングで粗取りです。ラフィングだと切り子がかさばらないんで結構便利かなと思ってとりあえず使ってみましたが、アルミ用ではないためかちょっと振動してしまいます。はい、すいません、ちょっとではないです。結構振動しました。この後回転数、送り速度、切り込み深さ、軽方向切り込み等々条件を変えてはみましたが、あまり改善せず、まあアルミ用じゃないからかもしれません。場所によって振動するしないっていうのがあったので、切削条件というよりかはもしかしたら機械的要素かもしれません。まあ、どちらにしろこちらのエンドミルとは相性があまり良くないようです。ご覧の通り切り子がかさばらないので、ラフィングエンドミルかニック付きエンドミルで運用したいんですが、今のところ手持ちのラフィングエンドミル、ニック付きエンドミルっていうのはないので、ちょっと対応できないのが正直なところです。 OSG の AEVML で仕上げ加工です。このエンドミル、以前提供いただいたエンドミルなんですが、とりあえず何でもかんでも仕上げれちゃうというスペシャルなエンドミルですので、今回も登場いただきました。キャムの設定ミスってて Z に取り代があってちょっと突っ込んだ時に音がしましたが、側面での加工は非常に静か、非常に調子のいい制作音です。一番切り込み全長が多いところで 29mm ありますが、全く持って問題なく仕上げていくことができます。アルミ第一水晶のエンドミルではないんですが、何でもかんでも結構綺麗に仕上がっちゃうので、ちょくちょく頼りにして使ってしまうエンドミルです。で、まあ調子よく加工してるのを見てて、あれこのエンドミルで粗加工してもいいんじゃないのかなとちょっと頭でよぎってたりします。今回の制作は CAM の練習と機械の使い方の練習を兼ねてちょっとやってみてるっていう感じです。ここまで削り込む必要はないんですが、練習のためにちょっと削り代の多いものを作ってみたというような感じになってます。で、思うんですがフュージョンのパスが非常に出しやすいです。結構細かい、こうやりたいのになっていうようなパスが設定できるので、あれ相当優秀なCAMなんじゃないのかなとかって今時点で思ってます。今後使い込んでいきたいなと思ってます。機械の方は合成感や相性のいい刃物等々を見つけていきたいなという感じです。ただぴったりくる加工条件だったり工具だったりっていうのを見つけれてないんですが、まあそれでもやってみれば結構削れるっていうような感触です。テストインジケーターは密度寄せですが、こちらの振り回しは Amazon で購入いたしました。3000円でした。びっくりしました。激安です。アリ溝づかみもできますし、シャンクづかみもできるっていう汎用的なアイテムで、小さいので卓上機にちょうどいいサイズでした。ティカルで仕上げた穴ですが、カタカタと100分の2ぐらい触れるので、まあ精度はそこそこといった感じです。切り込み量を減らしたりして証拠りもなくラフィングエンドミルを使用していますが、やはり振動します。この後も条件を振っていろいろ試してみたんですが、ラフィングエンドミルでの粗加工は諦めました。そこで OSG の AEVML でトロコイド加工的な方法で粗取りをしてみようかなと思って、ちょっと試してみることにします。やってみて思うところは悪くはないんですけど、 Linux CNC の先読みがないと思われるので、こういったところでカクつきます。プログラムで指示している速度と実際の速度がだいぶ違います。あと PSF550CNC のマックス送り速度が1000なので、まあこんな感じで G0 も結構時間がかかるので、ダウンカットだけだときついなという感じです。ちなみに Fusion360 の不可制御加工なんですが、フラット領域を検出というところにチェックを入れておいた方がいいです。なぜかと言いますと、取り代を 0.5mm で設定したと思ったところに 2mm の取り代が残っておりました。10杯の超高エンドミルは折れないらしい。気を取り直して再段取りして仕上げていきます。先ほどの箇所は一応まだ取り代が残ってたので綺麗に仕上がりました。まあなんとか仕上がりまして、大体の形状が完了いたしました。疲れたので翌朝の加工です。配線エンドミルでちょっと座面を削っております。フラットの面ができましたらドリルで穴開けです。安定のクイール機構で穴開け、安心感があります。フラットドリルとかは持ってなかったので、エンドミルに首逃がし加工を行いまして、必要な深さまで座繰り加工を行いました。まあいろいろと突っ込みどころのある仕上がりではあるのですが、ひとまずの完成です。反対カッテをせっかく制作するんですから、早く加工できる方法がないのかなということで、ちょっといろいろ試していきたいと思います。Fusion360 不可制御加工の中にはですね、両方向というチェックボックスがあります。ここチェック入れると、アップカット、ダウンカット両方で加工することができます。それによって早送りで移動する回数が減ります。加工している時間が長いので、単純に加工時間短くなります。クーラントやエアで切り子を飛ばしてないので、こういうこともよく起こります。PSF550CNC なんですが、使い始めの割には結構削り代のある加工を難なくこなしているように見えます。もう少し切削工具の選定などが進めば、もっといい感じに削れるんじゃないのかなという期待感があります。 Fusion の CAM の設定に円滑化というチェックボックスがありました。こちらの方をチェックしてプログラム出力しますと、プログラムの行数かなり減りまして、カクカク感が大幅に減りまして、滑らかに動いております。指定した送り速度を維持している時間が長いので、加工時間が結構短くなると思います。というような感じで、動きが滑らかになったことによってちょっと浮かれておりましたところ、調子乗りすぎたか。はい、というわけで調子に乗るとろくなことがありません。アルミ専用工具でもないもので、ちょっと条件を上げすぎたかなという感じがあります。というわけでまたFusionのCAMの設定の方を変えまして、アップカットとダウンカットでそれぞれ切り込み量を変えれる設定がありますので、こちらの方でちょっとアップカット側の切り込み量を減らして切削を進めていきます。PSF550CNC なんですが、まだ慣れてないオーナーの手によって随分酷使される形となりましたが、非常に能力が高いのではないのでしょうか。まだまだ運用初期とはいえ、結構な制作ができたんじゃないのかなと思っております。それにしても切り子の増え方がやばい。今回の制作目標は達成いたしました。いかにも削り出しといった感じの趣、デザインにはそれほどこだわっていない、まあテストピースなんですが、それなりに削り切ったなという満足感のある形状、なかなか削り出しました。で、ついでに、必要な部品も削ってあります。こちらは動画にしてないです。簡単なので。はい、というわけで加工終わりました。結構削り出しましたので、かなりの量の切り子が山のようになっております。後々この対策考えていきたいと思います。さて、こっちの方は動画撮ってると思うんですが、こっちの方撮っておりませんが、こんなんも削っております。作っております。はい、というわけで早速組み立てていきたいと思います。いやー、数日がかりで制作いたしました。なかなか時間かかりました。テストピースなんでこんなにね削り込まんでもいいやんっていう話なんですが、本番にかなり近いレベルで作りました。機械に慣れてないんですよね。加えて機械に慣れてないだけじゃなくて、機械を動かすためのキャムにも慣れてないということで、本番でいきなりゴリゴリやるよりかはテストピースの段階でちょっと機械とキャムに慣れていこうということで、かなり本格的な制作となりました。で、途中でねここ干渉するっていうのが分かって、ここちょっとポケット追加してます。ここでフォークのこの曲がってるところが逃げるようになってます。当たらないようにね。はい、いや疲れたな。ちょっとやりすぎたわ。でもキャムの使い方、あと機械の使い方、かなり勉強できたですね。慣れました。やってみんと分からんすね、やっぱりそういうのは。いい感じですね。これはこれまでに採寸したものが合ってるのかっていう確認のためと、今後ブレーキを取り付けるための採寸のためにですね、このテストピース使っていきたいと思います。とりあえず今まで採寸した分は間違いはそこまで多くはないのかな、現時点では。もしかしたら後で問題点出るかもしれないですけど、このフォーク1本に関してはってことですね。ホイールとかをね組んでみると、またミスってるところがもしかしたら出るかもしれないですけど、はい、こんな感じですね。こっちもね組んでいきたいと思います。はい、こっちもおおむね問題なく組めました。こっちのね干渉も避けた分なんとかなってます。さあ、ホイールを組んでみたいと思います。はい、こちら。危ない。はい、こちら WR250R のホイールでございます。シャフトも WR250 の純正、刺さってるカラーも純正品です。WR の純正品です。で、ナットもこれ純正品。こんな感じで、基本的にナットとシャフトで、締結はできるんですよね、こんな感じで。抜けないです。これでね。で、これテストピースなんで、作ってないんですけど、ここに溝を切ってクランプできるように本ちゃんの部品では作ります。で、こんな感じとどない、これはいいでしょう。この感じ、株のやつってめっちゃ細いですからね。ここ鉄の鍛造品っぽいやつ細いんですよ。マッスル感出てるでしょ。変わってるね。この状態で、27とか26とかかな。こっちがタイヤからフォークのこの板金のフォークのところまで27ぐらい、逆は26ぐらい。フォークとタイヤのセンターはおそらくそこそこ出てるように組めるように採寸できてるはず。この固定ネジとブレーキディスクがちょっと近いけど、それでもまあ 5mm、8mm かなぐらいの隙間はあるんで、まあ、回転も問題なさそう。ケロには珍しくおおむね採寸はうまくいってるという感じだと思います。